言われてみりゃその通りだな。少し気がかりなことがあるので、この村の周辺を調査してもよいでしょうか。もちろんお願いします。俺たちに協力できることは何でもさせてください。そうですか。ではこの村の周辺で日照りと重なるように不幸な目に遭った村人に心当たりはありませんか。え、不幸な目に遭った村、わかりました。では結構です。この先は危険な地、はい、よろしくお願いします。申し訳、もちろんですよね。そうと決まれば早速出発しようぜ。この山に何か原因があるんですか。はい、私の勘が正しければ、どうやらこの山には魔物の気配が満ちているようです。天も恐れぬこの手、やりました。やったね。我には造作もないことよ。麓の村に起きている異常気象は罰、はい、おそらくその罰が雨が、実は大変です。あんなところに女の人が倒れてますよ。あ、ルリアさん待ってください。大丈夫ですか。どこか怪我でもしたんですか。水を一口いただけませんか。え、お水ですか。ごめんなさい。そうですか。いえ違います。麓の村へ行けば。水をよこせ。おい、あの姉ちゃんなんかやばくねえか。あれは罰です。水をよこせ。危ない。無事なのかって、なんだこれ、ルリアがやったのか。私じゃないです。栄章なしで精霊の力を使いました。こっちこそ驚いたぜ。ペトラはこんなこともできたのか。皆さん話は後です。今は罰に集中してください。暗くて寒い、ここはどこ。ねえ助けてよ。
天も恐れ、やりました。君にもらったこの衣装、それじゃあこの女性に取り付いてたバツって魔物が全ての元凶ってことか。はい、おそらくこの女性が参道で行き倒れていたところをバツに見入られたのかと。ああもちろんだ、俺たちが責任を持って。あの女性は山の中に一人。ああもちろん。私から一つお願いがあるのですが。あの女性は山の中でも村のお墓。はい。これで一件落着だぜ。今回もペトラが。ペトラさんのおかげで本当に助かったよ。あとは雨が降るのを待つだけだな。はい。雨が自然に降るには。そうだよな、魔物を倒したか。まあこればっかりはです。いやいや、何を言ってるんだ。あんたたちには十分世話になった。これ以上迷惑をかけるわけには。待ってください。あのそのうまくいくかわかりませんが、少し試したいことがあります。この地に息づく火の精霊よ、天正の風の名のもとに願わくは我に力を与えたまえ。ぐい、こっちまで熱気がすごいぜ。こんなところで火を起こして。まだです、この地に息づく風の精霊よ、天正の風の名のもとに願わくは我に力を与えたまえ。ペトラさん、二つの呪文を同時にコントロールしてます。もう少し。すげえ、一体何が。あー、雨ですよ、雨。なんとかうまくいったみたいでよかったです。神だ、ペトラさんは神様の生まれ変わりだ。え？だって神様以外に雨を降らせるなんてできるわけがないでしょう。いえ、これにはちゃんとした理由があってですね。地上と上空の温度差に。そんな細かいことはいいんです。さあさあ、村人全員でペトラ様、いや神様のもてなしをさせてください。だから私は。そんな、Bさん、ルリアさん、ちょっと助けてください。謙虚な上にとっても可愛らしい神様ですね。ああ、でもあんなにすげえ力があるんだから、もっと堂々としてもいいのにな。でもそうしたらペトラさんらしさがなくなっちゃうかもしれませんよね。団長さん、早く一緒に来てください。
せっかく手に入れたってのに聖章について。そうだ、あ、空の彼方、約束の。リーサ、つー、まったく読書って。まあ、ところであなたたち。あんたこそ。あらら、今度は石柱に話しかけ。ああ、重ね重ねすまない。こっちこそ、よそ見してたからな。メガネの鬼。読書百編。ところで。ああ。そうですか。メガネの鬼。なんだ？メガネ。メガネではありません。銀の聖章にこだわっているわけではありませんが、あなたたちの手にしたその書物も。軍師なのにと。本。そういうもんか。その書物を解読するには鍵となる。ただその鍵を手に入れるの。ダーインスレイブ。な、伝説の書物だけではなく、まさかこれは。オイラたちは空を駆ける気空団さ。そんでもってこいつがオイラたちの団長。気空団ですか。あなたたちと一緒なら世界に散らばる旅は道連れ、世は情け。私ならあなたたちの手に入れた伝説の書物の解読もそう難しくは。インテリ君しか。わら、牢を得て職を望む。私の本に対するあなたたちとの旅は。おう、聖書化して。ねえ、この子クーズの嬢ちゃんの言うこと。危ねえ。森を荒らすハンターどもめ、痛い目に遭いたくなければその祭典から今すぐ。いきなり攻撃して。俺は勇猛なる森。この美学が。兄ちゃんとは気が。貴様らハン、ここで戦っちゃダメ。せっかく安心して眠ってるのに。その娘の言う通りだ。バンダナの兄ちゃん、ずいぶん聖書銃に思い入れがあるみたい。そこまで言うなら。え、やがて晩作突き放した。